鶴木大成は、千葉県鎌ヶ谷市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。鎌ヶ谷市立中部小学校の1年時から、中部ユニオンズで野球を始め、6年時には、千葉ロッテマリーンズのジュニアチームに選出される。鎌ヶ谷市立第2中学校時代は、らリトルシニアでプレーし、投手のほかに、保守や内野手も務めた。 慶応義塾高等学校では1年春から公式戦に登板し、2年秋からはエースを担ったが、3年時に右ひいの内側側腹靭帯を損傷。夏の神奈川県大会準々決勝では、強行出場するモチームは敗退し、秋にトミー・ジョン手術を受けた。慶応義塾大学への進学後、丸1年間はリハビリに専念。この期間にダルビッシュ有の影響で、 栄養学やウエイトトレーニングを学び、筋力強化と急速アップに成功する。4年時には最速153キロを記録するまでに成長し、リーグ戦では春秋合わせて13登板、防御率0.98をマーク。同年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3位指名を受け、契約金6000万円、年俸1000万円で契約に合意した。 背番号は52。2020年の春季キャンプは1軍スタートとなり、オープン戦や練習試合でも力をアピールし、開幕1軍入りを果たした。開幕後も好調を維持し、プロ初登板から7試合連続無失点を記録。8月4日のソフトバンク戦でプロ初勝利を挙げるなど、33試合に登板し、 一勝一敗一ホールド、防御率4.19をマークし中継人の一角を担った。ゲリットコールやウォーカービューラーを参考にしたテイクバックの小さいフォームが特徴。最速153キロのストレートに加え、カーブ、ツーシーム、フォークなどの球種を持ち、カットボールをウィニングショットとする。カーブについては日刊スポーツでの報道や、 プロ野球スピリッツシリーズでの実装データでマッスルカーブという名が付けられているが本人はあくまで普通のカーブであるとしている。ありがとうございます。